はい、お世話になってます。はるはるチャンネルです。えーっとね、8月20日になりました。あの昨日の記事なんですが、はいえー、こちらですね、画像見てわかります。熱中症対策を求め、ストライキ、ヤマト運輸の倉庫労働者ということ。これに記事ちょっとピックアップしたいと思います。えー、っと熱中症対策を求め、ストライキ、ヤマト運輸の倉庫、うん、労働者ですね。 はいえー、大和の倉庫内の熱中症対策は不十分だったとして、同社の男性社員55歳の方ですねあ、僕よりも先輩ですね、えー、19日、き、えー、昨日ですね、えー、労働環境の改善を求めてストライキを実施した、男性は個人加盟の労働組合、総合サポートユニオンに加盟、労組によると、男性が働く兵庫県尼崎市の倉庫は、室温が高い状態が続き、 吐き気や頭痛など、熱中症の症状に苦しんでいるという、男性は東京都内で記者会見、あ東京まで来たんですね、えー、同僚には非正規雇用の高齢者が多く、あやっぱりあれなんだな、同様に暑さを我慢し、働いてると説明、えー、倉庫内のひどい実情を知ってほしい、あみんな分かりますよね、これね、労働環境を変えたくて、ス、え、ト、ー、に踏み切ったと訴えたということですね。 倉庫には業務用扇風機などが設置されているが、7月には40度まで計測できる検温機の針が振り切れたということ、うわ40度以上あれしちゃ記録しちゃったわけですね。はいでまあ、これちょっとね、コメント欄、ちょっと見てみようかなと思います15件ほど来てますね。<laughs> 私ももう数年前になりますが、ヤマト運輸の倉庫でお中元の仕分け、積み込み作業の 派遣で1ヶ月ちょっと働きましたが、その間にそこで熱中症で人がバタバタ倒れ、10人くらいの方が近くの病院に入院されました。おわー、えー、派遣の担当の方が見舞いや家族の方のお宅に謝罪しに、忙しいと言ってました。まあそうなりますね。まだ改善されてないのが残念です。これ共感します。もう一件読みましょうか。灼熱の、まあ、S 級便ですね、えー。仕分け積み込み、荷卸し産業。 等で6時間作業、扇風機もうない、うわ、そして運転7時間以上していますが、この方は弱音吐きだと思います。わっ、すげえ、S9 便、うん、ね、自分は毎年熱中症になってつらいので、今年は空調、服を買って熱中症対策などは自分で行っています。あいや、これも立派、不平不満言うなら自分で体調管理、対策をしていけばよいと思います。 うーんこれはちょっとまあ断りましょう。従業員の労働環境を整えるのは会社がすべきことでしょうって、これ、反論ですね。ご存じないかもしれませんが、建設現場の熱中症対策すごいよ。弱音吐きとか言って <laughs>、えー、誤った考え、直した方がご自身だと思う。まあちょっとこれですが、強気で言うと、やっぱり体調崩す可能性があるんで、まあちょっと言葉の表現があれでしたね。 運転中すででますねマジで分かってない <laughs> そして誰もやらなくなった。その考えは古い、ダメだめなのよ。あ,あ根性精神論ですね。辛抱我慢。すり、あすりかもしれませんねえ。ということでですね、これちょっと一旦削除しますね。えここ最近何か話題になってたと思うんですけど、あのーいや、黒猫さんってほら、3万人の従業員を切ったりだとか、<laughs> 売上がです、ね、数百億あっても、一まあ、かなりの売上があっても、その半分ぐらいの,の売上しかもうかってないとか、あもしくはです、ね、あのやっぱりこ、こうんですか、ネコポスやってたんですか、うん、それを、まあ、あなくして、えー、ゆうさんの方に丸投げしちゃってるっていうことで,で、働いてる人たちが、えーまあ、浮いてしまってるということで。<laughs> まあ結局、内外でいろいろ話題になってたみたいですね。で、僕、ちょっとこれ、黒猫さんっていうのをあの取り上げてなかったんで、全然別の時事ネタの夢中になってあの取り上げたんで、えー、ちょっと見過ごしてました。ですね、元来こういうのを取り上げて、あの僕のチャンネルを配信してるんですけども、まあ、ちょっとね、あのグダグダになっちゃいましたが、過去動画で、堺引っ越しセンターさんだとか、まあ、アートさんだとか、変に再生伸びてたんで、何のことなのかなって僕も察してはいたんですけど、 はい、今日やっとね、ここまでたどり着きました。<laughs> まあ、黒猫さんご存知のようにね、1919年ですか、えー、その頃開業して、まあ、トラックの台数が日本全国で200台ぐらい、204台ぐらいしかなかった頃に、4台、えー、所有しまして、都内の銀座あたりでまあ稼働してて、まあ、その後、あのーえー、11年目に、あの、なんですか、路線、路線営業っていうんですか、路線、路線事業作業をやって、まあ、一気にあ まあ最寄りのところは,あは配達できるようになった。でまあ,あの高速道路ができたことで長距離っていうのはちょっとやらなかったんですけども、まあ、地道にまあ,あなんう事業営業拡大を伸ばしていったっていう、まあ、そういう過去はありますよね。でまあ、その後年代になって 宅急便っていうのが始まって、電話一本で、あのー、あれですよあの、配達しますからっていうのがこれ期限ですよね、黒猫さんは。確か70だったですよね、昭和の時代でしたよね。で、まあ、電話一本で取りに行って郵政、郵便局に持っていくよりも、電話一本で取りに行くっていう形のスタイルを始めて、えー、とその後、事業所っていうのを各自置いたりだとか、あと、個人、あのスーパーだとか、あの、駄菓子,駄菓子屋雑、雑貨 雑貨店、要はあの小売やってるところで黒猫サービス取りに行きますよっていう、こういうサービスもやってましたよね。あれ、便利でしたね。うちも雑貨店だったんですけど、黒猫さんやっぱり来てました。で、僕も同じですね。なんか、うん、あの送ろうと思ったら、黒猫さん、スーパーのサービスカウンターでやってるんで、僕なんかも以前、あの家電で働いて時、メーカーの、まあ、ソニーだとかパ、パナだとかあのキャ、キャノンだとかもその、 ユニオーム郵送で返してくださいっていうときは、買い物に行ったところのサービスカウンターでクロ黒塾さんつけて送ってた。非常に便利なシステムを使ったんですよね。猫ポスっていうのは。まあ、それがなくなっちゃったっていうことで、もうすごい話題になって、かなりの人が解雇になってる。解雇というよりも業務委託がなくなってる。でなおかつあの、パートで働いては倉庫もこうやっぱり閉鎖されてるところがあったりして、 集配所なんかなくなっちゃってるってことで僕なんかも住んでるところ国際空港の近くなんですけどバカでっかいあの黒猫のですねそのロジスティックでっかい倉庫がです、ね、作られまして、まあ、結構この辺り空港近いんで国際空港近いんで貨物地区があるんで需要があるんですよそれに伴って派遣の仕事があるんですけど僕も隙間バイトで行ってたんですがあのピッキングだとかなんだかんだって。 えー、今、なんかもう、あちこちにあったのが一括に就活されて、ああ、すごいな、って黒猫はっていうのは、私たちのもっぱらの噂だったんですよね。その反面、やっぱり、あの、優秀な人も辞めてっちゃう。辞めてっちゃうっていう体質もあったり、辞めてく人は多いんだけど、入ってくる人も多い、不思議な会社っていうことで、黒猫さんねああ。働いたことあることなら分かると思うんですけど、まあ、そんな中で空調がついてないということで、ちょっとね、長くなっちゃいましたけど。 ちょっと倒れそうになった、40度の針がもう超えちゃって、もう機能しなくなっちゃったっていう、そういうことで、1人でストライキを起こしたっていうことです。で、これなんでかっていうと、簡単ですよ。上の人間が現場の声聞かないからです。単純ですよ。上の人間がちゃんとそこまであの気を遣っているのであれば、あのただ、倉、ま、庫、あ、ロジスティックで働いたことはあると思うんですけど、周りも密封されてるじゃないですか。 であのちゃんと窓もところどころあるんですけど、あれじゃ充足されないので、必ず空気は効くようにしてあるんですで。そうでもないようなところっていうと、私たちも働きに行ったら、騒ぐんですね。あそこやばいよとか。はい、ひどいところなんか、黒、ま、猫、あ、こののこさんじゃないんですけど、ある倉庫で働いたときに、下にあのお菓子がパレットに乗って、ラップされてるところがあったんですよ。バーっと置いてるんですけど、なんか汚れてるんですよ。でよく見たら、なあの 食事なんかごめんなさい、ね、鳥のね排出物が上から落っこっててんだこれと思って上見たら鳩 <laughs> の巣があった。<laughs> で現場の人は騒ぐじゃないですか鳩の巣があってこれちょっと押すなこれよとかって言ってそれでなんかあったあ何だこれ」って言のって全然分かんない人だったんでハケがまあ周り騒いでそれ駆除したんですけどね鳩、まあ、にも生命はありますけど、まあ、そういうあの物理の世界ってそんなところなんですよ。 うん、で黒猫さんっていうのは、大手中の大手なんで、まあそのお、僕は黒猫さんとはそれはなかったですよ、えー。ですけども、このようにですね、あの空調の効いてないところで、スタッフを働かさせて、バッタバッタた倒れると、まあ、さっきも言いましたよど、記事ありましたけど、これ実際経験ある人、僕も見たことあるんですよ。や急になんかもう、心臓の動機が高くなったのかな。だから僕も心臓、あの肺炎なんで、今、仕事やらないんですけど。 まあそうなると、もうここが出てって、そこであの水飲んで休んでってなっちゃうんですよ。空調効いてないと。で、倒れた方もいまして、そうなると肌のこういうところ、鳥肌が立ってる。こうなっちゃうんです、まあ鳥肌立ってるから、もうこうね、髪持ってきて、そう、もう部屋かけないといけなくなってきて、靴を脱がしたりだとか、応急処置したんですけどね。はい。で、まあ、これは私言いたいのは、この黒猫さんのスタッフさん、本当、 かなりの覚悟で労働組合に訴えたと思い,思いますよ。で、同時にですね、スキマバイトのメンバーさんね、あのこういうことはあるので、ちょっとおかしいなと思ったらすぐにあの派遣元でもいいし、組合でもいいし、その倉庫の管理者でもいいし、会社内の上司だとど,どっかで止まっちゃうんですね。言ったとしても、うん、上も取んない可能性があるので、周りの人から攻めてってくださいね。はい。下手すると、まあ、病院入院ならいいんでしょうけども、 命がなくなっちゃう可能性ってあるんですよ。はい、だから僕らあれ、あいね、デバーニングなのやって、いつも来るメンバーのあの人来ないんで、何があったんだと思って家行ってみたら、うん、そういうことありますんで、これが言いたくて私は動画にしてみました。それでは。